どうも、キャリーです。今私はマツダ3のファストバックのですね、車内にいます。ガソリンモデルなんですけれども、今が、時間が金曜日夜1時をちょっと回ったところですね。神戸のメリケンパークにあります、ポートタワーを出発しまして、今日は単独ロケをしたいと思います。ここから北の方にズドーンと、上がっていって、すると日本海に当たるので、日本海沿いを西に向かって走っていこうかなというふうに思っております。でゴールはですね、夜明けです。夜が明けて日本海沿いで朝日を見る、そこがゴール地点になると。それまでは、ずっとこの車で走り続けるということでやっていきたいと思います。でマツダ3の魅力も伝えながら、この深夜の、ドライブ楽しんでいきたいと思います。やっぱり快適ですよね。車内の静粛性もそうなんですけど、インテリアがかっこいいデザインで上質な空間っていう感じで、まあ、この間九州に行った時も本当にそれは感じたんですけど、あの長距離で全然疲れなかったっていうのはすごい驚きで、そういうまあ走行性能、まあ、安全性能ももちろんなんですけども、で何より外観のデザインもかっこいいっていうことで、すごいこう所有欲を満たしてくれる車っていうかね。おそらく、まあ、豊岡過ぎて霞、新温泉町のあたりまでは行けるのかなと、まあ、ゆっくりね走っていくので時間かかっても全然いいかなと、まあ、日本海まで行ければ絶景スポットをね、その中でタイミングよく見つけれればもう言うことなしなんですけれども、こればっかりはもう本当に行き当たりばったりなので、出たとこ勝負のドライブショーと、朝日を見に行くためにこうやって車を走らせるっていうのもなかなかね、まあ車の中一人の空間なのでね、まあもう本当にいろいろ考えながらとか、音楽聴きながらとか、ラジオ聴きながらとか、まあ、あるいは歌いながらとか、ここから北近畿豊岡道です。この道路もね、基本一直線の、一車線になるところもあったりしてね、まあ、日中なんか走ってると本当に昼ご飯食べた後とかだったらめっちゃ眠くなったりとかするんですけどね。ということでですね、日高神鍋高原ですね、降りてもうそろそろ豊岡市に入るんかな。で途中の朝来市にある、田島のまほろばっていう道の駅があって、でそこでちょっと休憩してたんですけども、何気なく上見たら星空がめちゃくちゃ綺麗で、まあ、やっぱりまあね、本当に山の中なので空気も澄んでて、これは見事でしたね。今4時4分です。これは、今日本海に向けて結構近くまで来たんですけど、ちょっと明るくなってきましたね。いい感じですね。
夜明けに向かって走っていくっていうのもいいですよね、深夜ドライブ。まあ、車の中は本当に一人の空間なんで、いろんなことを考えれる、考え事ができるっていうのは本当にいい空間、時間だなと思いますし、ナビの地図上を見てもだいぶ海に近くなってきてますね。あっという間に明るくなって、もう夜明けですね。日の出もすぐそこというような感じですけれども、これ絶景ポイントやな。おちょっと夕方のね、薄暗さとはちょっと違った。おーすげえ、何あれ、洞窟みたいなとこある。夏場はね、この辺り海水浴とかできるようなね、まあどこでも泳げますよね。日本画のような、一面海。タイミングで日本海拝めましたね。わあ、でも結構こうやって駐車帯があるからいいですね。わあ、こことかいいな。あ、ちょっと走ってみて、ここ行けそうだったらここにしましょうか。あ、ここからちょっと海から離れていく感じか。あ、でもすぐまた海ですね。マツダコネクトも便利ですよね。目線そらさずに手元だけでナビを操作できるっていうのはね。おお、鹿。今ちょっと鹿が飛び出してきて、あ、ちょっとここ入ってみましょうか。いいよっと。いや、これすごいでしょ。神秘的な感じで、もうパワーというかエネルギーをもらったっていうか、テンションも上がりましたね。途中、まあ、とにかく絶景の、この日本海の中、日の出をゴールとして迎えることができたなというふうに思います。ということで、ここから折り返してまた神戸の方に帰りたいと思いますので、ではお疲れ様でした。ちょっと仮眠するかもわからない。